なんかさらに人と人のなんか境界がなくなって意識と意識みたいな、なんかもう手つなぐのも最初の来た頃はもうちょっとこうためらいが自分もないし、なんか他の人もないみたいな。Wanna tell stories about Japan? What's a good way to kind of tell them about our foreign culture? Well, telling people about Japan is, it depends what they know, and you have to start, sometimes you have to start at the beginning. And a lot, when you talk about a place like Fukushima, you have to be careful to explain what it means to be in this place. So a lot of people know the word Fukushima from the nuclear accident. So they don't know about that there's a city here or a place where people live. They don't know about how far away this place is from the plant. And so you have to explain to them that people live here, and you have to explain to them about what people think about safety. So a lot of times the conversation these days is about that, when I talk to them about what I'm doing here. But I talk about all kinds of things when I talk about Japan, not just Fukushima. But nowadays that's a lot of what people ask about. So. やっぱ盆踊り、僕らもそのプロジェクト福島、フェスティバル福島ってその2011年とか12年はあの盆踊りじゃなかったんですよね。で、音楽フェスやったりとか、こう駅前通りでこう音鳴らしたりとかやってたんですけど、盆踊りやるようになって、こう来てる人たちが、まあ、主役になるというか、その来てる人たちも演者になれるというか、本当にこう見る観客とアーティストみたいな話ではなくて、みんなでこう面白いことをやる雰囲気になってるから、それがそういうふわふわ感にも近づく理由の一つなのかなって思います。その、まあ、1年目のヒリヒリ感みたいなのは11年の時の、僕茨城県の水戸から来てるんでなんですけど、まあ、茨城も、まあ、震災の影響大きかったけど、まあ、福島のヒリヒリした感じで ありはしたけど、結局のところ、まあ、その誰から言われて来てるわけじゃなくて、まあ、ほとんどの人たちみんな、まあ、僕らにしてもみんな、まあ、大友さんとかにしてもボランティアで、要は自分らがやりたいからやろうっていうのがきっかけで、今もその仕組みで動いているから、まあ、ある種プロフェッショナルな人たちとアマチュアの人たちが交じりながら本気で遊びをしてるような状況なところはすごい心地いいと思うかな。お客さんって言ってるけど、まあ、実際あんまみんな変わんない状態で作ってるこんな風な日本になっててほしいなみたいな、そういうのも一応聞いときたい、このタイミングで聞いておきたいこれからの日本を代表する建築家と呼ばれたそのコウタさんが語る日本の未来、うん、日本の未来か、うん、長めて聞きたい今持っているイメージ、なんか震災の前と後、まあ、そこを区切りにするのもね、まあ、松井癖でそこを区切りにしちゃうんですけど、震災の前と後で自分たちの感覚で大きく変わったところって、すごくこうなんか、なんだろうな、目に見えないもの、違うな、何て言えばいいんだ、結構自己決定力がすごい求められる社会になったな。自己判断っていうのはどんなことに対しても自己判断しなければいけなくて、で自分はどういう考えを持っているのか考える機会が増えたと思う。それを表現するかしないかは関わらず、何か自分の中でこう選ぶっていうことが増えてくるような気がしていて、でもなんかそれってすごく、なんだろう、ちゃんと自分で自分の未来を決めていく魅力の一つが、楽しさの一つでもあるんだろうなって実は震災後に思うようになってきてて、だからちゃんとこれからの未来、みんなが誰もが自分の選びたいことを選べるような、そういう未来になっていくというか、でそれをそうするとそれっていろんな資本の人が出てくるわけだけど、さっきのね話ではないけど、ただそういうそれぞれいろんな選択をした人たちがこうフラットに共存できるような社会みたいなのが、まあ、理想郷なんだろうなっていうのは、うん、ありがとうございます。何かバラバラな人が
バラバラでみんな違ってみんないい、あ、それだ的な話して、でも実際面倒くさいよね。だからまあ理想郷って言ったんですけど、だから理想郷って言ったんです。でも思うけど、実際もうみんな違うやつも面倒くさいし、だれそうだからなんかね、だれそうだな。いやでもだから僕はそっちのみんなと共存の方よりは、自分が選択する時の選択肢がちゃんとこう揃ってる状況っていうのが作られるべき未来じゃないかなっていうふうに言ったり。でもそれはあのことであったり、まあ なるようになるんじゃないですか。社会的状況が悪くても楽しいことは楽しいじゃないですか。そう、うん、楽しい。ありがとうございます。いいですね、こんなに市民がみんな賑やかに踊るのはすごく大切だと思って、なんか普段あまりいいニュース福島聞かないので、たまにはこうやってみんなで明るくこう踊れる、1年に1回こうやって踊れるっていいなと思って参加してました。毎年来られてるんですか？あ、今年初めて来ました。あ、初めて、はい、楽しかったです。楽しかったです。普通の盆踊りとなんか少し違う盆踊り、音楽とかも生演奏で違うし、若い人が入りやすくていいじゃないですか。若い人も盆踊り好きな人もみんな一緒に来れるってすごいと思うので、どんどん続けてほしいなと思います。ありがとうございます。